ロックキーは2020年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。ジョー・ヒルト・ガブリエル・ロドリゲスによる同名グラフィックノベルをもとに制作されたファンタジードラマ。出演はダービー・スタンチ・フィールド、コナー・ジェサップなど。2020年2月7日にネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信された。本作はシーズン2の制作が決定している。 父親を殺された三人の子供たちは、母ニーナと共に、シアトルからマサチューセッツ州マテソンに越してくる。父親の実家に住み始めた子供たちは、不思議な力を解き放つ魔法の鍵を発見する。ロックキーのキャスト。上段左から、ダービー・スタンチ・フィールド、コナー・ジェサップ、ジャクソン・ドバート・スコット、アーロン・アシュモア。 本作は2010から11年にドリームワークステレビジョンと20世紀フォックステレビジョンによってフォックス放送用に企画したものだった。パイロット版が2011年のサンディエゴコミコンで上映されたがフォックスから正式に発注されることはなかった。2014年のサンディエゴコミコンではユニバーサルピクチャーズを通じて長編映画3部作が発表された。 2016年5月9日、イデュエンターテインメントがロックキーのテレビシリーズ化を再び企画していることが報じられた。2017年4月20日、フールーがイデュエンターテインメントにパイロットオーダーを出したことを発表した。しかし2018年3月27日には、フールーが制作を中止したと報じられた。 2018年5月29日、イデュエンターテインメントがネットフリックスと最終交渉中であることが報じられた。7月25日、ネットフリックスが本作の制作を発表した。本作は批評集積サイトの6点トマト図に61件のレビューがあり、批評化支持率は66%、平均点は10点満点で6.58点となっている。また、 メトクリティックには19件のレビューがあり、荷重平均値は62、100となっている。ありがとうございます。